見えてて声も聞こえてると思いますけど、うん、の人たちが熊本城に集まって今で武将隊がですね、うん、やってるんですけど、今回のやってるんですけど、今後ろでステージが終わったずらっと並んでるんで、まあお姫様のありがとう、あっちこっちでありがとう、我らは伊達武将隊、来ないの疲れて死んどるっていやいや、雨がちょっと強くなってきたって。エルちゃん、あ、キリトさん、キリトさん、おはようございます。おはようございます。まさかの2日目2日目です。昨日は雨でフィナーレまで折れなかったんだから、まあ体力なかったからね今日は天気も良くてフィナーレまで、いや正直朝びっくりしたんですよ、あれ姫隊今日何時からって書いてあったからだいたい予想つくじゃんそれでいやいや昨日帰りに6時半集合って言ったね時間はだいぶ遅刻したけど、だからバタバタやってきたんじゃないですかまさか2日連続で来ることになるとはだいぶだから、そうですね、まあ昨日見て面白かったんで、はい、でもう一つ昨日は丸に会えてないんで、それはもうある意味ドッキリだから、そうそう、だからドッキリも兼ねて今日は一日楽しみましょう、はい、丸がここにいるはずなんで、いろいろ見るの見て攻めてみようかと思ってます。昨日雨の中で見たグレート家康の人たちがやってますよ、この後に姫隊がやりますんで、改めまして私たちプリンセスサムライオブジャパン愛知戦国姫隊でございます。どうすか、写真撮れました？撮れた。全然わかんない今姫隊と撮影俺もしたんですけど、めっちゃ可愛いっすね。はい、はい、チッエルちゃん、キリトさん、キリトさん、はい、お目当てだった写真撮影も終わりましたんで、ちょっとドキドキしながら撮ったんですけど、はい、はい、チッって言ってしたんですけどこの後が間が空くんで丸のところに行ってみようかと思うんですよ、ね、言って目と鼻の先のところにいるんで、どうですか、ね、前回前々回の下に引いちゃったということで、このまま行きますか、このまま行きます、さあ行くぞ。どうもおはようございます。2日連続ありがとうございます。昨日は雨が降ったんで途中で帰っちゃいました。今ちょっと姫隊のを見て、あ、見てきた、で写真撮影してきてこれ使った姫グッズ、俺が手ぬぐい
まさかの。ありがとうございます。したら朝から今から行くとか言い出したからじゃあ行くわってなってありがとうございます。もうやる気満々でもうちょっと夕方のフィナーレまではいるつもりでんで、また後で顔出しますんで。ありがとうございます。どうでしたか。ちょっとビクってしたぐらいかもうちょっとなるわけないじゃん。ちょうど隣の女の子と話しよったけど、いやいや気づかれんかな。いやいや、タイが迷惑かけたと思ったもん。ダッキリっていうのは迷惑かけてなんぼよ。ダッキリっていうのは迷惑かけてなんぼよ。そうしようかな。なんか考えましょう。エルちゃん。我ら福岡もたらし。武将隊。どうした？どうした？よお！全員だ！グレートイヤコ。また旅は道
L ちゃん。お昼しますか。美味しいでしょ。昨日はちょうど雨が降り出したんで、あんまり食べれなかったんですよね。あれ、なんか昨日なかったのがある。牛タンがなくなってる。あれ、そうなの？どうするよ。俺、キリトが牛串奢ってくれるって言うから楽しみにしてたのに。じゃあ他のやつ長く？ここじゃね？昨日と同じ紙が貼ってあるよ。いいよ、長く言って。牛タン串。食いたい。はい。はい。Lちゃん。今お昼時ですよ。はい、我々昨日今日と2日間やってきてるんですけど、一切お城に行ってないっていう。ここから見てるだけなんですよ、熊本城を。まさか2日間やってきて一切熊本城の敷地内に入らないっていう。だって静岡でいいじゃんね、メインがここだからね。そうね、メインはこっち。さあ、とうとうフィナーレになりそうですよ。なりそうですね。いやー、よかったっすね。よかった。見てください、もうこんだけ人がいるんですよ。Lちゃん、これより待ちに待ったフィナーレでござる。全国の武将隊が一つとなりし表現する演目、みなみなにお見せしたいと思うておる。いかがでござろうか。準備はよいか。音楽スタート。はっ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 。今日はみんな最後全力を振り絞って共に盛り上がっていただきたい。この戦国パーク盛り上げるのは我々のみならず、ここに一人一人みなみなだ。さあ、一体となりて盛り上がってまいろうぞ。しかとその眼にやりつけるのじゃ。もう間に合った。早いな、こっち。さあ、楽しんでまいろうか。締めてまいりたいと思う。もう一人のわしを。あ、よかった、片付けない。ご礼です。開幕を二人でいたしたということは、最後も二人で行いたいと思う。皆の衆、拳を掲げよう。勝ち得じゃそれと申したらば、三度その拳を天高く突き上げていただきたい。それでは参る。ここに集いし皆様のさらなるご健勝と、全国パーク2022ファイナルの成功を祝して勝つときじゃ。それ、えいえいおー。
キッドさん、終わりましたよ。感想は？寂しいな。寂しい、うん、もう見れないから、もう見れないから。なので、2022年ファイナル DVD 出ましたら買います。あ、ぜひ買ってください。そんならね、こっちから会いに行くってね、愛知、はい、俺も乗っかりますよ。はい、愛知。